鈴木信之です。こちらのゲームよろしく。あのね、実はナックルズっていう本にテロの研究というのが出てて、まず山口音也さん、これは、犬塚さんが語ってるのね。それから野村修介さん先生ね、これはもちろん蜷川正弘さんが語ってる。そして三島由紀夫さんね、こちらなんて言っても、村田春樹さんが、語っております。まあこういうのを見るとなんか年末が近づいてきたかな。山口音也さんは11月2日、野村修介先生10月20日、三島由紀夫先生11月25日、ということですね。でもこのテロの研究というこの題、まあ、これだけじゃないですよ。右翼のテロ、ここにも書いてありますけれどもね、テレビアビブだというのは、これは極左だね。地下鉄サリン、これはオウム、小玉義雄を特別攻撃ね、特攻、セスナで突っ込んだのって子供ながらに覚えてますね。まあでもこういう活動も過去にあったと、そして、これからこういう慰霊祭とかね、行事に、出て、私も鈴木もね出ていきますけれども、まあでもこういうものを扱っていただくというのはね、何かこう右翼のことを少し、興味持ってこれをきっかけとなってくれると嬉しいなとは思いますけれども、あとこの雑誌ってエロいんだよね。まあちょっと見てみたんで、少し語りました。